ます。じゃあオリジナル曲、実はナナね、ちょっとアンプ事情なんですけど、このちょっといじったんですけど、めっちゃ歌いやすくなりました。わかんないですよね、聞いてる方かしら。レベルアップ。いや、レベルアップ、多分ね、ここにドラッグで言ってて勝手に回ってめっちゃいい感じになったんですけど、ナナのいつも路上ライブの時なんで歌いづらいやんなと思ったら、あのベース音とか高い音と真ん中の音と低い音ってあるんですけど、ナナの声質でベース音がなかったらすごいしんどくて、ベース音上げるとすごく歌いやすいっていうのも今日分かりました。へー。皆さんからしたらね、中音域、低音域とかね、なんか分かんないと思いますが、 PA 自分でやります。はい、またカバー曲になっちゃいましたけど、よかったら聴いてください。私のそばにいてなんて口が裂けても言わない。なぜとぼけた顔をして聞いてく君が憎い。あれほど傷つけられたのに信じ続けてたバカな私、ここまでやってこれたこと何かの間違いじゃないの。今からチラシの方を配るので、よかったら待ってください。